はいどうも、たいせいです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は JW アンダーソンとユニクロのコラボについて、ちょっと僕が欲しいものをまあ一方的におすすめするっていう感じなんですけど、まあ僕あのもともとその JW アンダーソンはコンバースだったりとか、あとパリで展示会とか見に行かせていただいて、まあもともと JW アンダーソンとユニクロはすごい気になってはいたんですけど、まあ、購入はしたことなくて、パリで展示会見た時に JW の商品が本当にすごく良かったので、柄だったり、まあ、ストライプだったりチェックだったりがすごい印象的だったので、まあそういった部分すごい気になったので、今年のユニクロと JW アンダーソンのコラボは買おうと思っております。で、そこで僕が欲しいなと思ったものを今おすすめするので、ぜひよければ見てみてください。で、簡単に今回の JW アンダーソンとユニクロのテーマみたいなのがあるんですけど、ブリティッシュモダンカントリーっていうテーマを用意してるみたいで、2020の春夏コレクションはそのクラシックなデザインにインスパイアを置いているみたいで、まあ、例えばすごい印象的だったのがギンガムチェックだったり、 JW アンダーソンらしいチェックとか、まあ、ストライプとか、あとはパッチワークっていうアイテムがすごいあって、結構カジュアルなラインにはなるとは思うんですけど、まあ、そういった部分で僕のスタイルに少しカジュアルなものをエッセンスしてコーディネート組みたいなと思って、今回その JW アンダーソンとユニクロのコラボを買おうと思っております。で、そちらのおすすめもお話できたらと思います。じゃあ行きましょうということでやってきます。まあ、一応 JW アンダーソンはロンドンのデザイナーで、デビューコレクションで結構その評価が高くて有名になったっていうロンドンのデザイナーなんですけど、まあ、僕もともとその JW がすごい好きだったっていうわけではなくて、 JW アンダーソンとコンバースのコラボができた時に、コンバースは好きなんですけど、すごいそのチャンキーソールって言って、このソールがすごい厚くてトレンドらしいなっていうのもあって購入させていただいて、すごいそこからすごい入りは JW アンダーソンいいなと思って入ってたんですけど、まあ、今回のそのユニクロと JW アンダーソンのルックを見て、あ、やっぱかっこいいなって思わせてもらったというか、いいなって思って、で、一応販売が3月27日金曜日と販売になります。で、店舗は結構限られてるのかな、まあ、東京都内だと結構あるみたいですね。ビックロとか池袋もありますね。あと渋谷、新宿、銀座ってあるんで、ちょっと当日27日実際に着たスタイリングとか買ってみてどうだったかっていうのを上げれるようにしておきます。はい、個人的にすごいいいなって思ったルックがあって、まあ、一応こちらです。はい、なんかシンプルなんですけど、どこかこう JW らしいなんかこうエッセンスが入っていて、柄だったりとかパターンだったりとかで、その中にユニクロっていうそのシンプルなものに対して柄物が入るっていう、結構僕のスタイリングによくあるような感じで、すごい好きなので今回惹かれました。今購入しようかなって思っているアイテムがこれ、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 これです。はい、で、今パッパッパーって出したんですけど、まあ、今から一個ずつ説明していこうかなと思います。まあ、一つ目が、まあ、最初に出したこれですね。ウォッシュコットンワークジャケットっていう、まあ、コットンの、ワークジャケットにはなるんですけど、これのブルーがすごい綺麗だなと思ったのと、まあ、ホワイトも悩んだんですよ。今年ホワイトのアイテム結構買ってるのでいいかなと思ったんですけど、まあ、やっぱ値段にびっくりしますよね。このジャケット、ワークジャケットでやっぱり6000円ぐらい、5990円にタックスがつくんですけど、いやー、いいですね。これの僕は XXL わざと本当に大きく買って、器用か、まあ、肩が、まあ、若干落としてるので、サイズはジャストぐらいできて、ストレートぐらいのパンツで合わせようかなとは思ってますね。そうですね、白か、ブルーかなって感じですね。なんかこう製品染めと、製品洗いでヴィンテージ感のある風合いにしてるので、ちょっとこう浅い色というか、色が褪せたような古着みたいな加工をしてるので、綺麗すぎずにでもカジュアルに着れるかなっていうのはあるので、これは良さそうですね。そうなんですよ、やっぱ白とブルーがすごい惹かれますよね。で、あと
はい、こちら、まあ、これはすごいベーシックなんですよ。オックスフォードのシャツ、エクストラファインコットンブロードオーバーサイズシャツ、過去長袖ですね。でも2990円なんですよ。いや、びっくりですね。上品なコットンシャツをトレンドのオーバーサイズに1枚でも旬スタイルが楽しめるアイテムっていう感じで、これもサイズが 4XL まであるんですよ。 4XL ですよ。結構大きいなと思って、で僕はこれは試着しないと分かんないんですけど、まあ、当日1回着てみて、多分ルーズにします。ルーズで大きく着たいので、でホワイトとネイビーで迷ってるんですけど、ホワイトとネイビーでもなんかそのコットンのシャツなので、あんまりこうネイビーで着ると微妙かなと思って、やっぱコットンのシャツで白はすごい素敵なので、これはちょっと検討しております。多分僕の身長なので、だいたい 3XL ぐらいで買おうかなと思ってます。次いきます。はい、こっち、ストレッチスリムフィットパンツです。はい、でもこれもすごくて、まあ、値段はこちらなんですけど、まあ、素材感も丈感もすごいちょうど良さそうなのと、まあスリムなので細身のパンツにはなるんですけど、なんかちょっと気分的に春夏は細いパンツも挑戦していこうかなというか、まあ、もともと細いパンツは好きなんですけど、あんまり入ってこなかったので JW とユニクロのフィットスリムのパンツを買おうかなと思ってるんですけど、結構良さそうですね。あと一番いいなと思ったアンクル丈です。まあ、アンクル丈のコーディネートってこういう感じで、結構ボリュームのあるとシューズで楽しめますし、むしろあのソックス見せでカラーソックスを差し込んだりしてもすごいかっこいいかなと思うので、なのでアンクル丈をあの買おうかなと思ってます。で素材もポリエステルなので、まあ、一応ドライクリーニングって書いてはあるんですけど、多分ネットに入れて軽く洗濯はできるかなって思っております。でこの画像の見た感じ結構ストレッチ入ってそうなので、あの履き心地もいいんじゃないかなと思って検討してます。でこれですね、はい、こちらカーゴショートパンツっていう、まあ、さっきのこのジャケットとセットアップで着れるんですよ。これはでセットで買っても8000円ぐらいで、まあ女性受けはそんなに良くないと思うんですよ、ショーツのアイテムって。でもなんか個人的にはもうそこはあんまり考えてはないんですけど、まあ、このセットアップ2つのセットアップで、夏はバケットハットに、ソックス白ソックスとか履いてサンダルとかでなんかちょっと軽めの夏のセットアップっていう感じで合わせれたらいいなと思ってるのと、まあ、この1万円以下のセットアップで JW アンダーソンでなんかスタイリング組めるってなんかすごい贅沢だなと思ってて、なのでちょっとこう綺麗めなセットアップっていうよりかは少しサマーリゾートみたいな感じで、ちょっとこう夏にセットアップで暑い日にちょっと出かけるような、ちょっとキャンプとかバーベキューとかにも使えそうだなと思ったのと、まあそういったシーンであのすごい活躍しそうだなと思ったので、こっちのセットアップを今検討してるんですけど、でセットアップで考えた時に多分ブルーの方がいいんですよ。ホワイトのセットアップもかっこいいんですけど、これシーンによっては場所が結構選ぶなと思って、まあ当日ちょっと試着して決めようと思ってるんですけど、そこだけ悩みどころですね。これもあのさっき言ったようなヴィンテージのような風合いになって、ワッシュ加工になってるので、まあ、すごいカジュアルで着れるかなって思ってます。であと、すごい個人的にいいなと思ったのがこちらです。はい、ソックスですね。この JW アンダーソンのロゴが入ったソックス、これしかも390円なんですよ。もう多分僕、ストックも欲しいので2足3足ぐらい買おうかなと思ってるんですけど、これの、ネイビーとナチュラルを買おうと思ってます。2つ買っても1000円しないんで普通にいいなと思ったのと、まあ、さっき言ったようにこういうアンクル丈のパンツの時に少しだけこういうボーダーのソックスを見せてあげるとか、このソックスとさっきのショーツと合わせてあげて、まあ、全体的にあの JW のスタイリングでイメージをつきやすいので、まあ、ソックスもいいなと思っております。でもなんかそんな感じですかね。テーラードジャケットとかもいいかなと思ったんですけど、まあジャケットはやっぱりこうちょっといいものを買いたいなと思ってるので、まあ、JW のこのユニクロじゃなくてもいいかなとは思ってます。でコート系もすごいいいなと思ったんですけど、まあ、3月の下旬だし、まあもうコート買ったので春のコートもうちょっとさすがにいらないかなと思って、
いるんですけど、まあ、当日見てちょっとこう検討しながら羽織ってみたりして見ようかなと思ってるんですけど、これもサイズが XXL まであるので、なんかすごい幅広くオーバーサイズ着たい人はオーバーサイズで着れるし、なんかそれ以外の方も選べるなと思ったので、すごいおすすめです。あと一つ、僕は多分買わないとは思うんですけど、このイージードローストリングパンツですね。これはいいと思います。ベージュかネイビーですかね。これ2990円なんですよ。多分買うなこれ。これ買っちゃうやつで、なんかこのウエストのリブの部分がちょっと太いんですよ。太くなってると、ドロコードが太めなので、なんかタックイン、 T シャツにこれタックインしてサンダル履くだけで結構かっこよくて、なんかそういうパンツってこの価格で買えるんだなと思ってます。なんで多分ネイビーかベージュをどちらか検討してるので、これもサイズ上げてウエストギュッと絞って、ちょっとパンツは太めに履きたいなと思ってますね。これはおすすめです。本当に良さそう。素材機能性を追求するユニクロの服作りっていう感じで、ユニクロがちゃんと作ってるので良さそうですよね。でコットン100なんで、洗濯もガシガシいけるし、もう洗いさらしでシワなんてつけちゃってもいいと思うんですよね。なんでちょっとこれは検討しております。はい、皆様ちょっと楽しみにしてるコラボだとは思うんですけど、今回も僕も、初めて JW とユニクロのアイテムを手にしようかなと思っているので、すごい楽しみに3月27日と店頭に行きたいなと思ってます。だいたい2万円ぐらいかな。2万円で多分結構今言ったもの揃うので、2万円もしないんじゃないですかね、コート買わなかったら。うん、すごい楽しみで、なんか春のアイテムの一つとしても使えますし、例えば僕が持ってるジルサンダーのスラックスにこの JW ユニクロのシャツとか相性良さそうだし、それこそ僕の持ってるジャケットとさっきのパンツをカジュアルダウンさせるのもすごいいいかなと思っているので、ちょっと今回楽しみに見ております。はい、まあ、ちょっとこういう感じで、今日はどっちかというと JW とユニクロのコラボがすごい楽しみだよっていう動画なんですけど、まあ、すごい JW とかユニクロのが興味ある方はぜひ見ていただければなと思っています。まあ、ちょっと今日はこういう感じで動画は終わりなんですけど、3月27日皆さんユニクロ、JW、検討されている方一緒に共有できればなと思うので、またインスタグラムの方にもあげます。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が、いいと思っていただければグッドボタンだけよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。